コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラということでね。ちょっと残念ながらこの谷村新司さんがね、ちょっとね、もう僕らね本当にあの24時間テレビの時初めてお会いさせていただいたんですけど、声かけてくれたんだよね。そうなんですよね、急に。何年前、4年前とかかな、多分。そう、まあね、4年3年、そうね、4年前ぐらいか。うん、急にね。うん、なんか見てるよ。そうですね、めちゃくちゃいい声、めちゃくちゃセクシーな感じで。あれはマジで、まさか俺のこと知ってくれてると思わなかったから。そう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 、嬉しかった。いや、嬉しかったんですよね、ちょっと本当にご冥福をお祈りいたしますということでございまして、はい、はい、綾部さんに会ってきました。あ、なるほど。やばかったよ、マジで。みんなノブさんのインスタとかでもさ、他の人も何にも変わってないって言うじゃん。うん、何にも変わってない、ただ話がアメリカ編になってるだけ。エピソード、うん、エピソードはアメリカ、基本、うんうん、基本は何にも変わってない、うんうんうん、もうその集まりもなんか、うん、があって、あゆみさんを囲む会って、うんうんうん、で誘ってもらって行った時、うん、俺も誰が行くか分かんなくてさ、はい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 、で行ったらもうだから東京 NSC の先輩、うんうんうん、あゆみさんより下ぐらいの 6期から俺ら、うん、俺らぐらいまでの、うんうん、いてもみんなうわっと思って、うん、俺が一番下だったから、その最初の。ああ、そう。6期、7期、8期、9期、10期の。うんうんうん。なんか、ライスさんとかとさ、普段会うとさ、うん。なんだ、ライスかって感じだけど、うんうんうん、なんか、そういっぱいいると、うん。はってなんだよ、俺が後輩しなきゃみたいな。何飲みますかみたいな。うん。久しぶりだなって思いながら楽しくやってたら、で、アイベさんが遅れてくるって言ったら、みんなそわそわして、はいはいはい。もう誰も座んないのよ。うん。なんか、さって半分。え、何人ぐらいいたの ?20 人ぐらいいた。結構いる。いて、で、なんかみんな、そわそわしてて、うん、なんか、座ったら怒られるんじゃないかとか、なんかいろいろ考えてたと思うの、みんな。うん、で、来てさ、うん、もうみんな、うわー、うんうんうん、で、マトヨさんも一緒に来て、うん、ピースは揃ってるぞ、みたいな。うん、で、おー、なんだお前ら、って言って、お前の、おー、なんだお前も来てんのか、とか言ってて。で、座って、うん、アイリーさん中心にわーって座って、じゃあ、おい、松尾、お前なんか俺のことやってるらしいな、つって言って。うわ、いきなり来たの、いや、違います、あの、すみません、コントで。うん、ああ、聞いてるやつだろ、なんかやってんだろ、つって。うん、お前俺に感謝してんのか、ちゃんと、つって。こいつはよ、俺がよ、昔稽古した時よ、こいつが都立大で俺、祐天寺に住んでたんだよ。で、都立大の方が遠いのに、俺のがあれだぞって遠いんだったらまだわかるよ。お前そのあれ恩忘れてねえだろうなって言って。いや忘れてないっすよって。お前そういうのもちゃんと言えよとか言って。いやそれ言ってどうなんだろうって思いながら。で言って、うん、でじゃあ乾杯しようかってなった時に、うん、じゃあまた吉乾杯しろって言って。で、いやいや、あやべさん。おで、そしたら、いやいや、あやべだろって言って。いいよとか言ってなったら、うん、じゃあお前、松尾お前やれって言って。いや、僕すかめちゃくちゃ使われてるやん。そう。うん、で、まあ、アイブさんのもとで、じゃあまあな、東京帰ってきて、みんなこのやれやと、つって。で、アイブさんのもとで、いや、どこなのチラッと見たら笑ってたから、よかったと思ったから。で、乾杯っつって、で、みんな飲んでてさ、うん、で、まあ、みんなが思ってる疑問でさ、うん、アメリカで何やってんだろうって、うん。まあ、そこだよな、一番。もう結構早めの段階で誰かがもう聞いたの、アイブさんとって、アメリカで何やってんすか、結局、つって。あ、俺アメリカであんなんもう、ただハーレー乗ってるだけだよ。もうそれでもみんな笑っちゃって、もうそれ以上もう聞かないのよね。もうそれでも、まあもうそっかと思って。まあな。で、どうやって生計立ててんだよ。いや、わかんない。もうそういう野暮な話はもう一切なかった。そういうんじゃない。もうハーレー、もうとにかく俺ハーレー乗ってんだよ、つって。で、こっち来てて、なんか出たりしないんすかつって。で、来てるでしょ、うん、オファーって、うん、うん、来てるよって、うん、え、なんで出ないですかって言ったら、うん、まあ、美学だなって言って、綾部さんやな、綾部さんだなと思って、すごいすごいね、やっぱみんなそれでやっぱ、うん、つって、で、みんな順番に、はいはい、そうやってさ、うん、それ全部それをさ、またよしさんがさ、うん、セッティングしてくれたの、へえ、みんな多分誘いづらいし、いっぱい会いたいやついるから、はいはいはい、後輩をつって全部またよしさんすごで、うん、
松尾はあの、あいつ多分明日早いから、もう遠慮せんで帰ってって言ってやってと、腹減ってないけど、聞いたんで、全部又吉さん。すごい。すごかった。叫んなよさあ、というわけで、ちょっとチョコフェスのね、はい、先行の第2弾が、今始まっておりますんで。先行の第2弾。先行第2弾。二次先行が始まっておりまして。普通のアーティストの方も発表されましたので、まあ、YouTube の方に上がってますので、はい、ワルカオ選手権で発表しておりますので、ぜひ皆さんそちらの方を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。